国旗問題か。正解は4、フランス。よし、って間違えた。うわー、待て、やめろやめろ。また一人、一度のミスも許されない。敗者は海の藻くずだ。ここにいるのは他者に甘え、地に足のついていないろくでなしばかり。さあ次の問題だ。なんで、なんでこんなことに。俺はこんなゲームに参加したことを激しく後悔していた。3日前の深夜、コンビニから帰ってきた時に異変に気づいた。あ、なこれ、招待状。うちの玄関のドアに気味の悪い手紙が貼り付けられていた。人生をかけたクイズをしませんか。どうやら世界で名のある大富豪が IQ の高い人材を求めてこのような道楽じみたことを始めたらしい。差出人の名はゲームマスター。数日後、俺はクイズ大会に参加するためにはるばるやってきた。会場は無人島にあるようだ。どうやらこの島はゲームマスターとやらの所有物らしい。なんだか物騒な気配がプンプンするぜ。法の監視も及ばぬ陸のこと、死骸保険ってやつか。会場には俺と同様に招待状を受け取った参加者が100名近くいるようだった。導かれるまま中に入ると、奇妙な格好をした男が姿を現した。君たち、人生を変えたいかね。賞金は1000万円。あいつがゲームマスター。ここでは出題されるクイズに全問正解した者に多額の賞金が与えられ、高い給料で財閥に採用されるそうだ。そうなれば将来は安泰。私は知能指数の高い人材を探している。今宵君たちの能力をクイズによって試させてもらう。存分に頑張ってくれたまえ。そして参加者全員に回答用のデバイスが配られた。参加者はこのデバイスで回答することができるらしい。それでは早速問題に移ろう。第1問。なんだ、案外簡単じゃないか。こんなんで1000万もらえるのか。よし、正解はモグラだが、100人もいれば不正解の人間もいたようで。あ、やめろやめろ。 あれは不正解だった人間がなぜか職員によって力ずくで連行されていった。すると、見たまえ諸君。ゲームマスターの指差す先には巨大スクリーンがあった。やめろ、やめてくれ。そして、そう、不正解を一度でも出した人間は海に放り投げられるのだ。真冬の極寒の海へ、島は断崖絶壁。おい、こんなの聞いてないぞ。鍵がかかってるわ。会場は至る所が施錠されており、出ることはまず不可能。仮に逃げ出せたとしても、ここは絶海のことを。大金欲しさに、なんてところに来ちまったんだ俺は。生き残れるのは全問正解者のみ。さあ第2問だ。モニターを確認したまえ。そして有無を言わさず第2問目が出題された。この問題は知っている。学生時代、俺は勉強だけが唯一の取り柄だったんだからな。答えは3。正解だ。正解者は、78名といったところかね。うわー、やだやだ。このままだと脱落するのも時間の問題だ。一体いつまで続くんだこの馬鹿げた大会は。もうやめてくれ。これ以上犠牲者を増やすのは。犠牲者？いえ、違います。彼らは人生で初めて人の役に立つことができたのです。彼らの生活には何の生産性もなく、ただ無意に CO2 を吐き出すのみ。実に喜ばしい。彼らは初めて人類の役に立つことができたのだ。くっそー、なんでこんなことに。そうだ、俺は誰の役にも立ったことがない人間。ねえ、正気？あなた、まだ働く気は。うるせえな。俺は中卒、すでに就職を諦めて実家に引きこもっていた。母ちゃんは俺のために家庭教師やカウンセラーを呼んだが、俺がドアを開けることはなかった。正気？では第3問。ちょっと難しくなってきやがった。3.1415。正解は1。よかった、当たったぞ。うわー、お願いだ、やめてくれ。すまない、助けられなくて。ゲームマスターの狙いは何だ。本当に優秀な人材を探しているだけなのか。その後も俺は順調に生き残り、残り人数15名。
ここまで生き残っているとはさすがだな、正気。お前は、テルヒコ、お前も参加してたのか。俺のところにも招待状が届いてね。まあでも、お前もそろそろ終わりそうだな。何？なんて言ったって、大学受験でこけるようなやつだからな。俺たちはかつての親友同士、二人で名門龍神学園大学を志望していた進学校の生徒だった。だが訳あって今は疎遠になっていたのだが。さあ次の問題だ。ムツキ、わかるはずよ。だけど思い出せない。旧暦問題か。みんなが迷っているこの問題、古文が得意だった俺は答えを知っていた。そしてムツキは俺にとって忘れられない月。高校3年の冬。3506、俺の受験番号はない。どこにもないじゃないか。そこに俺の番号はなかった。ははあった、受かった、俺受かったよ。そんなはずは。あんなに頑張って全国模試だって、あんなに。俺は受験に失敗し、テルヒコは受かった。ムツキはあの合格発表があった月。答えは1月。正解者は7名いやー、助かった。当てずっぽうでいけたぞ。そう、高校3年の1月、俺は生まれて初めて挫折を味わったんだ。はい、はい、ちょっと体調が悪くなったようで。受験に挫折した俺はそれ以来全てがバカらしくなってしまった。学校に行くこともせず家に引きこもるようになり。正気、先生から電話よ。そろそろ出席したらどうだって。もう何もしたくない。そして俺は単位が足りず留年が確定、卒業を間近にして退学することとなったのだ。あれから3年、さらにはこんなクイズ大会に巻き込まれるなんて、ほんとついてねえな俺の人生。では次の問題だ。その後も俺は順調に生き残り、よし、残り人数は5人。だが異変が起きたのはここからだった。では次の問題。そんなのわかるわけないじゃないか。誰よ青山って。それは俺に関する問題だった。お前もしかして上側と内通しているのか。知らない、俺は知らない。だったらなんでお前の問題が。正解は4、3506番だ。当てずっぽうで当てた人間以外は全員が脱落した。それは当たり前だ。俺の受験番号なんてみんな知るわけがないんだから。あー、やめろやめろ、テルヒコ。それ以降も俺にしかわからない問題が繰り返し出題された。なんだよこれ。そしてついに。待ってくれ待ってくれ。俺一人になってしまった。何が何だか分からぬまま最終問題となった。だがこれに正解すれば1000万円。さあ答えてみせよ、人生をかけた最終問題よ。そして運命の最終問題が出題されたのだが、画面に映っていたのはある男の子の写真だった。はさあ答えるのだ正気。小学4年生の時にリフティングがうまくできなくて、できるまで諦めなかったのは誰だ。答えよ。何事にも一生懸命で、転んでも転んでも絶対に立ち上がる男の子は俺だ。自分のためではなく誰かのためにあれだけ勉強を頑張ったのは俺だよ。俺の夢は病気で亡くなった父さんを助けることができるような医者になることだった。そしてゲームマスターは仮面を取った。その正体は俺のよく知る人物。正気、母ちゃん。俺はただ甘えていただけだ。俺を受け入れない社会に不満を言ってふてくされていただけだったんだ。全ては計画されたことだった。母ちゃんとテルヒコが便利屋アントンに相談していたのだ。このままでは息子は人生を無駄にしてしまいます。あの子がもう一度立ち上がれるように、あの子がもう一度社会に出て挑戦ができるように。大成功ですね。そして俺はこの後昼はバイトをし、夜は定時制の学校に通うことにした。人は何度でもやり直せる。母ちゃんは俺にそれを教えてくれたのだった。